やっぱ仮説から見りゃいいわね。この場所は輪島の町の地区っていうところにある仮設のお風呂なんですけど、もともと震災の被害でずっと水が使えないっていうご自宅がある方々が使われていたんですけども、それが21日の浸水の被害によって大雨で土砂が入ってしまって、まあ今床は泥だけになっちゃいましたけど、まあ、それを今一生懸命TV のメンバーと地元の方々も協力してもらって、であと自衛隊の方も今手伝っていただいてるので、はい、みんなバラバラになってしまったんです。部落の人みんなうちダメで、やっぱりね、あっちってあんたお風呂の中まで入ってゆったりして、みんなと喋るのもいい、これね楽しみです。みんな待ってる人も結構おると思う。前にここができる時に、はいはい、作ってる時に来てたんですけど、本当はこの10月ぐらいの時にここのお風呂ってそろそろもう撤去というか活動終わって片付けに来る頃かなと思ってたんですよね。そしたら片付けるどころかね、違う意味で片付けてるみたいな。この音出た。これは掃除にわずかなことなんですけどね、なんかお風呂、綺麗なところのお風呂で入ってもらいたいなっていうだけなんですけど、なんかいろんな人からのそういうちっちゃな思いが積み重なったら、なんか復旧とか復興ってスピードつくのかなと思って。